はい、皆さんどうもこんにちは、オックスアウトです。今日なんですけど、いやーついにですよ、第3回目、ダヴィンチリゾルブチュートリアルをね、今日はお届けしたいなというふうに思います。イエイ。第2回目が1年前ですからねいや、本当すいません、ちょっと第3回目待っていたという方は本当すいませんでした。なんかもうなぜかね、時は経つの早いですね。もう1年空いちゃいましたで、今回は動画の編集工程で、まあ、動画自体のクオリティを左右する、まあ、最も重要な工程と、言ってもいい、書き出し前の下処理と、あともう一つは、YouTube にアップロードすることを前提とした、まあ、最適なダヴィンチリゾルブの、書き出しの、まあ、フォーマットというか設定ですね、こちらの方をですね、皆さんにお伝えしていきたいなというふうに、思います。はい、そして今回の動画も、ストーリーブロックスの提供で、お送りしております。でストーリーブロックスは最大 4K 画質のハイクオリティなストックフッテージであったり、イラストや音楽、またアフターエフェクトのテンプレートといったようなものもロイヤリティフリーで無制限にダウンロードし放題のサービスとなっています。もちろん、個人商用問わず、利用することができます。お仕事で映像を作ってる方なんかは結構ドローンとかの、ね、映像が入ってるとクライアントさんが喜ぶなんていうことをね、経験あると思うんですけれども、まあ、ただなかなかこう撮影するのに、まあ、この許可の申請の問題だったり撮影日数や予算の問題でね、そういったこう映像が撮れないっていうね、こともね、多々あるんじゃないかなと思います。ストーリーブロックスには何十万っていう数のストックフッテージがあるので、まあ、そういった素材を使うことで作品のね、よりクオリティをこう高めるっていうことができるんじゃないかな、なんていうふうに思います。ほらほら、皆さん絶対興味出てきましたよね今。はい、そういう方はですね、ストーリーブロックス .com/oxout、 または概要欄の方にね、リンクを貼ってあるので、ぜひねそちらの方からチェックしてみてください。皆さんにねチェックしていただけると、このチャンネルの、まあ、大きな支援になりますし、今後もねこういったチュートリアルを、継続していくことができるので、ぜひともよろしくお願いします。はい、というわけで、早速ね本題の方に入っていきたいなというふうに思うんですけれども、じゃあまず最初、一つ目なんですけれども、これはですね、皆さんの撮影した映像の素材っていうのが、まあ、フル HD の場合に非常にね有効な、方法となってきます。YouTube はフル HD のものをそのまんまアップロードするよりも 4K にアップスケーリングしてからアップロードした方がですね、結果的に、まあ、同じ映像であったとしても 4K の方が扱えるビットレートが高いので、この方がより高画質になります。で僕は120fps とかで映像を撮るのが好きなんですけれども、例えばソニーの α7C とか、まあ、ZV-E10 であったりだとか、ああいったカメラっていうのはまだ 120fps で撮影することができるのはフル HD までとなってます。で僕が過去に上げてる作品でもフル HD で撮ってるものっていうのは、まあ、かなり多いというか、まあ、多分半分以上はフル HD120fps で撮ってるんですけれども、まあ、そこそこね綺麗に YouTube にアップロードできてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、それはなぜかというとですね、ダヴィンチにはですねフル HD の素材を 4K にするときにスーパースケールっていう、機能を使うことによってより高画質にアップスケーリングするっていう機能があるので、これを使っていきます。今これ画面に出てるのがアップスケーリングする際にスーパースケールの機能を使ったものと使わなかったものの比較なんですけれども、どうでしょうか、スーパースケールを使ってるものの方がよりねなんか解像度が高いというか、まあ、使わなかった方は結構眠たい感じになっちゃってるんじゃないかな、なんていうふうに思います。でもしかしたらこれ YouTube に上げた僕の映像ではねこう伝わりにくいかもしれないんですけれども、ただこれ確実に効果があるので、ぜひねこれは試してみてください。でこれやり方はねめちゃくちゃ簡単です。ダヴィンチに取り込んだフル HD の映像を右クリックすると、クリップアトリビューツっていうのがあるので、これをクリックします。で下の方にこのスーパースケール、まあ、デフォルトだとこうノンになってるんですけれども、これをまあ2掛け3掛け4掛けっていう風にね、まあ、選べるので、これがどういうことかっていうと、フル HD のものを 4K にした場合は2掛け2タイムスを選択してあげることによって、最終的にこれが 4K の、として出力されます。でその下にですねシャープネスとノイズリダクションっていうのがあるんですけれども、これはそのアップスケーリング、スーパースケールを使ってアップスケーリングするときに、まあ、そのシャープネスだったりノイズのリダクションっていうのを、調整してくれるものなんですけれども、まあ、ロー、ミディアム、ハイとあって、まあ、これはお好みで大丈夫ですけれども、僕は基本的にまあミディアムで、まあ、いいんじゃないかなと思っていつもミディアムに設定しています。
というわけで、ほんとこれだけです。取り込んだフル HD の素材を今みたいな形でもう一括でスーパースケーリングの設定をしてあげるだけで問題ないです。でただしね、一点注意点があるんですけれども、すでにタイムラインの設定をフル HD で編集し終わっちゃったっていう方で、もしまあ、それをタイムラインの設定を、まあ、4K に変えることができるんであれば、その 4K のタイムラインにしてからこの書き出しをした方がより綺麗になります。もしこのタイムラインの設定を、まあ、4K に変更することが難しいっていう場合は、フル HD のタイムラインのまま書き出してもこれでも効果はあります。ただより高い効果を得られるのはやっぱり 4K のタイムラインの方なので、まあ、ぜひね、可能っていう場合はそちらの方でやってみてもらえればなというふうに思います。で、2つ目はこれ Mac で作業してる人に向けた話なんですけれども、ダヴィンチリゾルブでそのインストールした状態のままデフォルトの設定だと、カラーグレーディングをして後に書き出すと、これパソコンで再生してみたり YouTube にアップロードしたりするとですね、その編集してた時と色味がこう変わってしまってるんですね。でこれ左側がダヴィンチ上でデフォルトの設定のままの色なんですけれども、これを書き出したのが右側です。だいぶね、このコントラストとこのサイドが下がってるのがね、わかるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いや最初はね、これめちゃめちゃ悩まされたんですよね。これこのまま YouTube にアップロードしても、せっかくカラーグレーディングした色味とは違ったものになってしまうので、これじゃあ何のためにね、カラーグレーディングすごい時間をかけてやったんだって話になっちゃうんですけれども、でいくつか前のバージョンからですね、ダヴィンチリゾルブ内で、カラースペース REC709A っていうものに対応したので、これを使うことによってこの問題をね、解決することができます。じゃあその REC709A っていうカラースペースを、まあ、どうやってね、まあ、設定していくのかっていうのを今からね、ちょっと一緒にやっていけたらなというふうに思います。で1点注意事項なんですけれども、これはですね、すでに、まあ、通常の設定 REC709A 以外のカラースペースで作業を終えてしまってる人が、この設定をすることによってですね、色味が変わってしまうので、そこは1点ご注意ください。なので、できればこの 709A の設定にしてから、まあ、作業を、始めていただけると、まあ、問題なく、最後まで書き出しまで色が変わらずにできるので、ちょっとその点だけはね、ご注意ください。はい、じゃあまず最初にですね、この右下の歯車ボタンを押してプロジェクトセッティングを開きます。で、カラーマネージメントのページに行って、上の方にある、タイムラインカラースペース、ここをですね REC709A を選んであげます。で2つ目はですね、このダヴィンチの、プリファレンスを開いて、左側の中のジェネラルっていう、まあ、メニューの中からですね、これ上から2つ目のねチェックボックス、Use Mac Display Colors Profile for Viewers っていうのがあるんですけど、これにチェックを入れてあげてください。でこれを保存してあげると、ダヴィンチリゾルブを再起動すると、今の設定が反映されるようになります。で最後はですね、書き出し時の設定になるんですけれども、書き出しのタブに行ってですね、まあ、このエクスポートセッティングの中のアドバンスドセッティングスっていうところの中にあるですね、このデータレベルっていうのをまずこれオートに設定します。でその下の方にある、カラースペースタグっていうのと、ガンマタグ、これを、Same as Project に設定してあげます。はい、これでですね、Mac を使ってる人がダヴィンチでこう映像を書き出すと色が変わっちゃう問題は基本的に解決してるはずです。まあ、なんでこれで解決するかっていう詳しい説明をするとですね、あと30分ぐらい時間が必要になってくるので、概要欄の方にこのことについてね、すごく詳しく、まあ、説明してくれている、まあ、記事のリンクを貼っておくので、興味のある方はそちらの方をね、ぜひ見ていただけるとこうより深く、理解できるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、そしたらね、3つ目なんですけれども、これはですね、まあ、単純な書き出しの設定になります。で、ダヴィンチリゾルブ内の、書き出しのタブに行くとですね、上の方に YouTube 用のね、こう書き出しプリセットみたいのがあると思うんですけれども、これはですね、僕は使いません。まあ、その代わりですね、カスタムっていうのを、使用してですね、僕は、個別にこう設定をしていってます。で変更する項目は多くはないんですけれども、まずですね、僕はフォーマットは MP4 を選んでいて、コーデックは H.264 を、使ってます。
まあ、クイックタイムでもいいんですけれども、まあ、なんかこうクライアントさんとかにねこう確認に出すなんて言った時に、まあ、その Mac の環境じゃないかもしれないので、まあ、MP4 の H264 の方がまあ比較的どんなデバイスでも再生できるからっていう理由だけでこれはこの MP4 と H264 を選んでます。で解像度はですね、さっきも言った通り、まあ、フル HD の場合であっても 4K にアップスケールした方が、まあ、画質が良くなるっていうことなので、基本的には、ウルトラ HD の解像度を、選んでいます。でもしその比率が、まあ、2対1だったりだとか、まあ、カスタムしている場合はですね、それに合わせて、まあ、ウルトラ HD の、に一番近いような、カスタムの比率を、まあ、設定してあげればいいかなというふうに、思います。で最も重要になるのが、クオリティの設定なんですけれども、こちらをですね、リストリクト2で、35000kbps、まあ、35mbps に、設定してあげます。でこれがなんでかっていうと、あの YouTube のサポートページを見てみると 4K24fps で、アップロードする推奨される、ビットレートが、まあ、35mbps って書いてあるので、まあ、基本的にはそれに合わせてる感じになります。すいません、ちょっとね誤解を招きそうだったので一つだけ補足しておくと、僕はさっきのところの設定っていうのを、10万kbps、100mbps に設定してます。でその、理由っていうのは、この後、動画で説明してるんでご安心くださいということで、はい、すいません戻ります。ちょっと編集してて気になったんで、もし皆さんがね撮影されたこう元の素材がですね 100mbps とかで記録されてる場合は、まあ、それに合わせて設定するのも、まあ、ありっちゃありです。ただ、まあ、YouTube に上げた時にはその 100mbps からがっつりこう、まあ、コンプレッションというか、まあ、圧縮がかかるので、まあ、そこまで上げたとしても YouTube ではあんまり効果はないのかなっていうふうに思います。まあ、ただローカルの環境とかではね、まあ、その方が綺麗になるかなっていう気もするので、まあ、そこはお好みで、まあ、とりあえず 35mbps よりまあ上か、まあ、最低でも35にしとけばいいんじゃないかななんていうふうに思います。でぶっちゃけ大きく変えてるのはここだけです。あのその他の項目はですね、まあ、基本デフォルトのままですね。はい、ちょっとまあ今画面に出てると思うんですけれども、まあ、こういった感じの設定になってればまあまあ問題ないかなというふうに思います。あとはですね、まあ、名前と出力先のディレクトリを選んでおいて書き出しをしてあげれば基本的にこれで YouTube にアップロードする準備は全て完了ということになります。はい、というわけでですね、まあ、せっかくこう頑張ってね編集した動画が、まあ、こう YouTube にアップロードしたら色が変わっちゃっただとか、まあ、画質が低下しただとか、まあ、そういったことにね悩んでる方に今回の動画が参考になれば幸いでございます。この問題ですね結構ね悩んでる方もね多いと思うので、ぜひこのねあの動画がまあ参考になったなんていう方はですね、まあ、Twitter や SNS などでシェアして、まあ、周りの方にね教えてもらえるといいかななんてというふうに思います。また今回が第3回目ということで、一応このシリーズはですね、まあ、ダヴィンチリゾルブ初心者向けチュートリアルということで、まあ、全3回にわたってやってたんですけれども、もしまだねこの1回目2回目見たことないっていう方はですね、そちらの方も見ていただければなというふうに思います。いやついに1年越しにこのシリーズが完結いたしましたということでね、ストーリーブロックスさん本当にありがとうございます。はい、で今後はですね、よりこうダヴィンチの、まあ、高度なテクニックっていうのを、まあ、紹介していければななんていうふうに、思っているので、ぜひねリクエストがあるっていう方はですね、コメント欄の方にこう書き込んでいただければ、まあ今後そういった動画も、検討していきたいなというふうに思うので、よろしくお願いします。はい、というわけで、本日の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ピース。